今日のキックオフ広島は30分拡大版。ゲストはサンフレッチェ広島佐々木翔選手、そして日本代表監督森保一監督のスペシャルインタビューも。さらにシーズンオフに星道選手が久々の母校へ、意外な少年時代のエピソードが明らかに。キックオフ広島。2000年同期入団の3人がエディオンスタジアムの思い出を語る会。これ一番の思い出ってある？一番の思い出、でも京都戦との入れ替え戦かな。いい思い出はたくさんあるけど、うん、どちらかというとそういった悔しい方の方が覚えてるかな。だけどこの3人でコマと一緒にっていうのはもうなんか悔しい思いが多かった、ね、悔しい思い出の方が多かったと思う、うん、確かに。そんな苦しい時期を耐えしのぎ迎えた2012年、サンフレッチェは悲願だった J1 初優勝を果たします。優勝した年ってさ、うん、気持ちの変化とかって毎日の日々の過ごし方とかあるある、ある、やっぱ1年目と1回目と2回目3回目全然違うの、その年の。1回優勝してからが変わったかなって感じ、うん、全員のなんかマインドがね、マインドが、うん、プレッシャーなかったよね、そんなこと全く。いい緊張感で、そうそうそう、残留争いした時なんか夢にまで出てからさ出てなかったか、確かにね、マジで試合の夢見てさ、どうやったら勝てるんじゃろうって勝った夢とか見てさ、おっしゃーって思って目覚めたら夢かいみたいな結構あったよ、残留争いし。続いて3人はロッカールームへ。ここで語られたのは思い出に残った言葉について。そのミーティング、試合に向けてのミーティングの記憶よりは2回目落ちた時の京都戦の終わった後のこのロッカールームが一番印象に残ってます。久保会長が、まあ、J2 降格して、まあ、降格してしまった自分の責任で、あの監督の責任はない、そのペトビッチ監督は来シーズンも契約して続けてもらうっていうのを言われた瞬間が一番思い出残ってます。来年頑張れるなっていうか、まあ、結局でもそれが優勝につながっていったわけなんで、その当時だったら考えられない決断をされましたけど、まあ、そこまでちゃんとその選手の考えを尊重してくれてたのかなっていうところで、世界的に見てもなかったんじゃないですか、そういう降格させた監督を続投させるっていうのは。今年からは慣れ親しんだ場所を離れ、新たなスタジアムでの戦いが始まります。だからこそ今伝えたいことは、もうここに来ると本当に気持ちのスイッチも入ってたし、まあ、ここでねプレーできたこともそうだし、まあ、引退してからもこうやって関わらせてもらったっていうのはもう本当にありがとうという気持ちしかないですね、うん、今となってはやっぱり逆に言えばこういうトラックになる試合会場って数少ないので、やっぱりそれを考えるとこういう時代を感じるというか、でもこういう、ね、あの雰囲気の中のスタジアムでできるのは良かったかなと最後は思いました。自分らしくいられたのがこの場所だったかなっていうか、うん、まあ、自分っていうものを全部出せたのがこのスタジアムだったかなと思うんで、うん、まあなんかそういうスタジアムなくなるっていうのはちょっと寂しい思いはありますけど、ここのことは忘れずにまた3人でそれぞれの立場で頑張っていけたらいいかなと思います。はい、以上です。締めましたね。もう言うことありません明けましておめでとうございます。おめでとうございます。佐藤さん、キックオフ広島2024年最初の放送です、はい、待ちに待ってましたね、はい、しばらく空きましたからね。空きましたね、はい、さあそんな2024年の1回目にふさわしいスペシャルなゲストをお招きしております、うん、サンフレッチェ広島佐々木翔選手です。お願いします。よろしくお願いします。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます、ね、まあ、年末年始なんですが、うん、まあ、ちょっとオフありましたけれども、はい、いかがですか、ゆっくりされましたか。はい、もうだいぶゆっくりしました。うん、
お餅もたくさん食べましたし、海もゆっくり楽しめましたか。はい、はい、海も、はい、たくさん泳いで可愛いお魚たくさん見てきましたね、しっかりとね休息を取っている今なんですが、うん、まあ、小井さんね、佐々木選手といいますと、はい、うん、まあ、年末に発表しましたキックオフアウォーズで、うん、ベストディフェンス部門の1位に選出されました、はい、ね、すごかったですよね。そうなんですよ、見ました、うん、番組、はい、見ました。本当ですか、すいませんいやありがとうございます、ね、佐々木選手のディフェンスが皆さんの印象に残ったということで、小泉さん改めてね、うん、佐々木選手の特徴といいますとどこになりますか。まあもう誰もが認めるヘディングの強さ、はい、まずはここでしょうね。やっぱりあの佐々木選手このあたりは自信のある部分になりますか。うん、はい、自信あります。はい、負けないです。負けない、はい、でその負けない強さっていうところで言いますと、うん、まあ、ヘディングあるんですけれども、ただそんな佐々木選手実はですね、うん、こちらなんです、はい、他の選手よりなんとジャンプ力の数値が低いということなんですよね、うん、まあ、ヘディングが強いということはジャンプ力があるんじゃないから数値が高いんじゃないかなと思っていたんですけれども、小泉さん、はい、そうじゃないみたいな、ね、いやそうなんですよ。シンプルにやっぱり背の高い選手がヘディングが強いっていうイメージありますけど、うん、まあ、佐々木翔選手の場合はね、はい、違ったところにコツがあるのかなと思うんですけど、はい、そのコツってはどういったところがありますか。コツ、はい、そうですね、まあ、ヘディングってジャンプだけで勝つものではないので、はい、まあ、もちろん飛ばないで勝てるならそれでいいですし、あとやっぱり相手の、ね、ペースでヘディングをさせない、はい、体を当てて自分がヘディングするスペースを作る、そういうことも、はい、駆け引きで非常に大事かなと思います。ジャンプ力の数値が低いっていうのはこれ事実、はい、はい、紛れもない事実ですそうなんですね、はい、でもそういった中で相手に勝とうとするためにはやっぱりこうポジショニングが大事だったりするんですよ。はい、ポジショニングもそうですし、あとは落下地点の読む速さ、相手より先に入れば得する場面もたくさんあると思いますし、そこから優位に駆け引き進められると思います。はい、ヘディングにはたくさんいろんなものが詰まっていると思います。そういう、まあ、ジャンプ力の数値が低いからこそ、まあ、体の使い方であったりとか、うん、まあ、いろんなことを考えながらピッチでプレーしているということなんですか。そうですね、はい、まあ、ジャンプ力もそうですけど、うん、まあ、そもそもやはり背もあまり大きくないので、うん、はい、大きい選手に勝つにはやっぱりいろんな、ね、駆け引き、いろんな手法を使いながら、はい、やるようにしています。はい、まあ、そして小泉さんね、やっぱり対人の強さっていうところもね、はい、佐々木選手あると思うんですが、いや強いんですよ、うん、もう本当にシンプルに1対1もの対応も強いですし、はい、まあ、やっぱ体も当然ね強いっていうところで、本当にまあ翔のね、うん、あのそういう強さっていうのは、まあ、昨年も光ったなと思いましたね、うん、はい、こう対人を強くするためには、はい、どういったことをこう普段心がけているんですか。そうですね、うん、やはり相手の状態を見るっていうことはすごく大事なのかな。相手の状態を見る。そうですね、まあ、ドリブルしてる相手でしたら、相手が少しでもミスしたりボールから離れた時であればチャンスだと思いますし、あと相手がねどういうプレーを次にしようとしてるか考える、体の向きだったり、まあ、本当ちょっとしたね違和感だったりっていうところをこう僕らが判断する要素として、はい、受け取りながらそれに対して自分が行動すれば、よりボールを奪える回数も増えるかなと。はい、そのこうシンプルにフィジカルが強いだけではないってことですよね。うん、そうですね、はい、やっぱりプロの選手みんな体強いですし、うん、やっぱり僕もね先ほども言いましたけど体大きくないので、ただただ相手と思いっきりぶつかり合っても勝てるかって言ったら、うん、まあ、そうそう負けないと思いますけど、それだけで圧倒して勝てるわけではないと思いますので、まあ、そこはいろんな要素がありながらタイミングっていうところが非常に大事だなとやりながらいつも感じます。うん、先ほどからご映像流れてますけれども、はい、まあ、ご自身もだからプレーをしながら相手の体の向きであったりとか、はい、そういった予測をしながら瞬時に判断しているということなんですか。そうですね、はい、やっぱりそこは僕個人としても選手としての生命線だと思いますし、それがあるから僕は今、まあ、なんとかね、この素晴らしいサンフレッチェというチームでサッカーできていると思うので、はい、うん、何かこう参考にした選手っていうのはいらっしゃるんですか。そうですね、ヘディングのところに関しては、ガンバ大阪にいた駒野さん、うん、あ、違う、近野さん、すみません、はい、近野さんが、うん、はい、すごい参考になりましたね。僕が普段取らないような手法で
ヘディング競り大きい相手に競り勝ったりしたので、うんうん、あこの人すごいなとそういった印象は残ってます。うん、小泉さん、そういったものを見ながら、はい、参考にしながら自分のものにできるっていうのが素晴らしいですよね。まあ、自分のものにこうできるだけのやっぱり能力、うん、そして、まあ、頭の、ね、賢さっていうのが、うん、まあ、賞にはあるかなと思いますね。そして、まあ、守備はもちろんなんですけれども、はい、攻撃のこう起点になる、まあ、ビルドアップの、うん、ところの意識っていうのも素晴らしいですよね。いやもう昨シーズンもねかなりいい縦パスでしたりね、はい、攻撃のスイッチを、まあ、ショーから入れてくれていたのかなと思いますけど、うん、まあ、ビルドアップをする時のこう意識っていうのは何かありますか？そうですね、意識はやっぱり次のもう一個先、はいはい、二つ先をやっぱイメージしながらっていうのはビルドアップでは大事なポイントかなと、うん、あとやはり自分で剥がせるときは剥がしてあげて、まあ、次に受ける選手を楽にしてあげる、うん、まあ、そういったところは意識しているところではありますかね。これ見てる方が、はい、間違える方もいらっしゃると思うんですけど、うん、佐々木翔選手右利きなんですよ、はい、そうなんですよね。そうなんですよ。そうそうそう、ただ左足でかなりこう縦パスを、ね、はい、入れたりとかロングパスだったりとか、うん、そういうこともね、うん、非常にこう上手な選手かなと思うんですけど、うん、両足も蹴れますよね、しっかりと。はい、そうですね。やっぱでもプロの選手はみんな両足蹴れると思うんですけど、いや僕は蹴れなかったですね。はい、小泉さんみたいにスペシャルなね左足の選手とやっぱ僕は違って、うん、まあ、そこまでスペシャルなものではないので、まあ、ちょっと均等に能力が分かれたくらいな、はい、そんな小泉さんみたいにね、本当上手なキックができるわけじゃないので、まあ、そんな大したキックじゃないですけど、まあ、両足練習して、まあ、ある程度通用するようにはなったかなと思います。もう一つ聞いていいですか？はい、そのボールの中その持ち方とかに工夫とかはされてますか？はい、そういう時もあります。うん、はい、もちろんこう、ね、ちょっと外向いてて中にパスする時もありますし、うん、まあ、そういうのは、まあ、少しでも次の人が楽になる手法の一つだと思うので、うん、まあ、そこは気を使いながら、やっぱそういうところあんまり上手じゃないのかなと自分でも反省しながらの日々です。はい、まさにね、まあ、今週の柱でもある佐々木選手なんですが、まあ、今シーズンはなんといっても新スタジアムでのプレーというものが待っていると思うんですが、気持ちとしてはいかがでしょうか？そうですね、はい、待ち遠しいです。そうですよね、はい、やっぱりエデオンスタジアムにはね素晴らしいお別れ、サポーターの方たちと一緒にできたので、はいはい、やはりもう次はこの新しいスタジアムで、また皆さんと共に喜びを分かち合いたいなと、はい、早くピッチでプレーしたいなという気持ちが、はい、あります、開幕は1ヶ月ちょっとということで迫ってきましたからね、ぜひコンディションを上げていってもらいたいと思います。さあ、様々な期待を集める新スタジアムなんですが、サンフレッチェともゆかりの深いあの方にもお話を伺いました。町のシンボルとして、そして町の宝として皆さんの誇りになるものだと思いますので。インタビューに応じてくれたのはサッカー日本代表森保はじめ監督。サンフレッチェを率いた2012年、クラブ創設20年目にして悲願の J1 初優勝に導きました。最高の思い出ですね。多くの方々の思いがチーム創設から脈々と受け継がれていって、この優勝にたどり着いたんだなっていう歴史というか、いろんな方々のこう思いを感じることができました。そんなサンフレッチェの歴史に今年新たな1ページが刻まれます。サンフレッチェ時代、自身も署名活動を行うなど尽力した森保監督、開業間近となった新スタジアムへの思いとは。めちゃめちゃワクワクしますね、はい、いろんな方の思いがこの建設につながったと思いますし、形になるかどうかもわからない時に署名をしてくださって、スタジアム建設に向けて尽力してくださってる方々の背中を押してサポートしてくださった方々に、みんなの思いが形になったんだよっていうことはいろんな方々と共有したいと思いますし、新スタジアムのすぐ近くには平和公園や原爆ドームがあって、未来に二度と起こしてはいけない原爆の歴史が
ありますので、新スタジアムから、広島の街からより多くの方々にこう発信、してもらえれば嬉しいと思います。歴史を学び、つないでいく、広島だからこそ伝えられる思い、その役割を担う新スタジアムの開業が待ちきれません。広島の新スタジアムで、代表戦できれば嬉しいなと思っています。ぜひ、実現していただければありがたいです。サンフレッチェ、広島がこの場から平和について考えていただく、発信するという役割を担っているかと思いますが、我々日本代表も日本で起こったことを、広島で起こったことを考え、そして世界に発信できるように、その思いも持って、広島で試合をできれば嬉しいなと思います。佐々木選手、森保監督の思いいかがでした？はい、やっぱ何よりあえて僕が入る前にああいう署名活動されてたと思うんですけど、ああいった前に、ね、在籍してくださってた方たちがいたからこそ、僕たちが今こうやって新しいスタジアムでプレーするチャンスをいただけたと思うので、本当に多くのものを僕らも背負いながら頑張っていきたいなと思います。そうですね、まあ、小池さん、新スタジアムで日本代表の指揮を取る森保監督の姿、はい、ぜひ見てみたいですよね。いや、もう見たいです、ね、まあ、そこに賞にも、ね、入ってもらって、うん、いや、そうですね、ね、ピッチに立ってほしいですね。はい、盛り上がってほしいですね、うん、はい、さあ続いては、ある選手が母校に凱旋、生徒たちも大興奮です。昨シーズン高卒ルーキーながらも積極果敢なドリブル突破と正確なクロスで活躍を見せた一方で、抜群の度胸とお笑いセンスでサポーターの心をつかんだ越道壮太選手。帰ってきました越道です。この日、荒木選手と訪れたのは越道選手の母校、広島市安佐南区の川内小学校。まずはグラウンドに集まった5年生170名にご挨拶。荒木隼人です、よろしくお願いします。続いて越道選手、第一声は、皆さんおはようございます。7年ぶりにこの母校に帰ってきました、越道壮太と申します。ここでは笑いを封印、先輩としての貫禄を見せました。挨拶の後、児童らとじゃんけんゲームでウォーミングアップ。みんなみんな集まって集まって集まって、最初はじゃんけん、はい。そしてレジーナ OB の西原地域コーディネーターと先生も参加したミニゲームでは、児童に囲まれても巧みなボールキープを披露。さらに、ゴールも決めて後輩たちとのサッカー交流を楽しみました。いや、みんな元気いっぱいで、まあ、楽しそうにしてくれてよかったなと思ってます。地元の子どもたちと触れ合うというのはどうですか？まあ、非常にまあ大事なことだと思いますし、みんなのいい記憶に残ってまたサンフレッチェを応援してくれたり、スタジアムに足を運んでくれたりしたらよりいいのかなと思います。この後は越道選手の意外な過去が明らかに。越道選手の母校川内小学校で大切に保管されていた懐かしい卒業アルバムを拝見。いつもふざけてました。写真はだいたいふざけてるんですよ。これは卓球部です。え、サッカー部じゃなく、はい、サッカー部は。そうなんですよ、チームがあって違うことやってみたいなと思って。さらに驚きのエピソードも。自分が毎日体操服だったり給食着を忘れてたんですけど、家がちょっとすぐそこにあって、まあ、フェンス越しにあるんですけど、おばあちゃん、おじいちゃんって呼んで、いつも給食ヒット体操をバーンって投げてもらって、いつももらってました。懐かしさに浸った後はみんなと一緒に給食の時間。いただきます。いただきます。
越光選手、お味はいかがですか？もう小学生時代の思い出と給食の味をじっくり噛みしめた越光選手。はい、また来るね。また来るね。持って帰っちゃう。7年ぶりの母校訪問は熱烈なお見送りで幕を閉じました。越ってみんなに呼ばれたりすると思ってなかったんで、すごい嬉しかったですね。また来ます、はい、ありがとうございました。いや、佐々木選手、あの越光選手の写真もちょっと写りましたけれども、全然変わってないですねもうあのまんまですね。ですよね、そのまま大きくなりましたみたいな感じでしたけれどもね、はい、も身も心もあのまんまじゃないですかねまあそういった中で佐々木選手はどんな子供さんでしたか？はい、まあ騒がしくやんちゃなタイプだったと思います。そうなんですね、はい、なんかちょっと意外な感じがしますけれどもね。そうですね、もう20年前以上なんで、ね、はい、変わりました。変わりましたかね成長しました。そうですよね、まあ、あの佐々木選手、こうやって、ね、母校に凱旋できるというのは、こうプロサッカー選手としても嬉しいことですよね。いや、もう最高じゃないですかね、広島出身、そして母校に帰れる選手になって、まあね、あの当時からいた先生たちもいらっしゃると思うので、はい、もう最高な報告ですよね。いや、そうですよね、はいはい、さあ続いてはレジーナです。ホーム初勝利をかけ、野島ステラと対戦しました。この日は試合前、能登半島地震の被災地支援のため、怪我で離脱中の小川愛選手、塩田真彩選手らが募金活動を行いました。黙祷。試合はスコアレスで迎えた後半20分、高橋がクロスボール、こぼれたところを押し込んだのは上野。 Wリーグ記録に並ぶ5試合連続ゴールでチームを勢いづけると、後半22分、左サイドを抜け出した中島がそのまま持ち込んで左足、中島の今シーズンリーグ戦初ゴールで突き放します。その後、終了間際に1点を返されるも逃げ切ったレジーナ、新年最初のホームゲームで4試合ぶりの勝利を地元サポーターとともに喜びました。後半の時間帯であの得点取って、またさらに追加点をこう取れる流れっていうのは良かったと思いますし、まあ、もっともっとその記録を伸ばしていければいいかなと思いますし、まあ、一番なのはやっぱりチームが勝つことなので、まあ、そこを大事にやっていきたいなと思います。小石さん、レジーナはホーム初勝利ということになりました、うん、その中で上野選手が5試合連続ゴールと、はい、うん、止まりませんけれども、好調の要因どう見てますか？まあ、でもやっぱりシュート技術の高さと、あと動き出しがやっぱいいですよね。ボールの出方がやっぱりいいなっていうふうに思いますね。まあ、クロスからのこういうね、ヘディングシュートも、はい、まあ、その入ってるポジショニングというかポイントがやっぱりいいですし、まあ、ここもね、相手よりも先にやっぱりニアに動き出しているので、まあ、こういったところで、まあ、その5試合連続の、まあ、ゴールにつながっているのかなというふうには思います。ね、このゴールでまたね、チームの勢いに乗ってほしいと思います。連続ゴールがどこまで伸びていくのか、上野選手の活躍から目が離せません。さあ、ここで番組からプレゼントのお知らせです。佐々木選手、小石さんのサイン入り J リーグ30周年の記念本を3名の方にプレゼントいたします。佐々木選手と今小石さんにも持っていただいておりますが、応募方法は番組 SNS で告知をさせていただきます。ぜひご応募ください。結構厚みありますからね。ありますね、はい、たっぷりとご覧いただきたいと思います、うん、さあ、佐々木選手、来週からはいよいよキャンプインということになりますけれども、はい、いよいよ新シーズンが始動いたします。2024年の意気込みをお願いいたします。意気込み、そうですね、まずはあの新しいスタジアムで、サッカーできることが、はい、非常に僕らとしても嬉しいですし、ただそこでね、結果を残すということが、僕らの最大の目標ですので、はい、あのスタジアムで新しい星を、はい、つけるためにいいキャンプを過ごして、いいシーズン、そしてタイトル取れるように、いい準備していきたいと思います。そうですね、
そして小池さん、我々もこのキックオフ広島、はい、その新スタジアム元年ますます盛り上げていきたいですね。盛り上げたいです。そうですね、あとはこのキックオフ広島のポーズ広めたいですね。浸透したいです。はい、今日のゲスト、はい、佐々木選手にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。